はい、こんにちは。レトスのーのです。8月31日のサンモに入る前にご連絡をさせていただきます。予想模試は本日の夜中0時で値上げとなります。今日までは今の価格なのですが、日付が変わって明日になると値上げになってしまいますので、お早めにお申し込みください。そして弊社の模試は15日あれば3回分の復習まで行うことができますので、今からでも十分実力を上げていただくことが可能です。宅券合格するには、理解すべき部分を理解する。これしかないんですね。 なので、一問一問確実な知識にしていきましょう。それでは本日の3問に入ります。金銭消費貸借契約における、主たる債務者は保証契約の当事者ではない。ルかツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えはルですね。主たる債務者は保証契約の当事者ではありません、えー。この問題文だけで意味わかりますでしょうか まず金銭消費貸借契約っていうのはお金の貸し借りの契約なんですね貸金契約とも言いますで主たる債務者とはお金の貸し借りで言えばお金を実際に借りた人ですねでそれを保証するのが保証人ですそして保証契約っていうのは債権者お金を貸した人と保証人との間での契約なんですね主たる債務者は保証契約の当事者ではありません この点、意外と間違えている方勘違いしている方が多いので注意してくださいもしあなたが銀行からお金を借りてあなたの親御さんが保証人になったとそういった場合は親御さんと銀行が保証契約を結びます主たる債務者であるあなたは関係ないということですねこのように具体例があると分かりやすいと思いますこの問題は比較的簡単ですが難しい問題もこのようにかみ砕いて解説すれば理解できるはずです そして個別指導ではこのようにできるだけ分かりやすく解説しておりますなのできちんと本試験で点数取れるようにしたいそういった方は理解学習をぜひ行ってくださいで問い2ですね、えー「宅建業者は国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存すればよい」「丸か×か」という問題ですで答えは×ですね 従業者名簿については10年間保存しなければいけません。これは最後に記載した日から10年間です。まあ、問題文では最終の記載をした日ってなっているんですけども、これはまあ最後に記載した日ですねから10年間保存しなければなりません。で、対比して覚えていただきたいのは帳簿ですね。帳簿。帳簿については各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存ということなんですね。で、この各事業年度。 これ何かっていうと、会社っていうのは、決算期っていうのがあるんですよ。例えば、3月末決算なのであれば、事業年度っていうのは、4月1日から3月末まで、これを事業年度っていうんですね。なので、その末日っていうのは、3月の末です。だから3月末に1回閉めますよね。決算だから閉めるわけですよ。閉めた後5年間保存してくださいねっていうことですね。 まあこれ、意外と知らない人いるんですよね。なので、えー、こうちょっと頭に入れておくと、この内容も理解しやすいんじゃないのかなと思います。で帳簿について、まあ、宅建業者が自ら売り主となって新築住宅の取引をした場合っていうのは、その取引については10年間保存しなければなりません。なので、この1から3ですね。この3つはもう対比して、一緒に頭に入れておきましょう。で問い3ですね。 農地法の許可を受けず、農地を宅地として造成したものは、都道府県知事から工事の停止、現状回復、その他違反を是正するため、必要な措置を行うよう命じられることがある。○か×かという問題です。これは丸ですね。許可を受けないで権利移転させれば、それは無効になります。でまあ、今回の問題はここじゃないんですね。この下の部分です。許可を受けずに転用したら、現状回復命令など、命じられます。まあ、これは基本中の基本ですね。 ま、これは絶対に覚えておきましょう。セットで覚えておいてください。そして、今販売している予想模試は、実際、個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ、弊社の予想模試で、理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、 ここういういとだったのか新たな発見や理解さらには頭の整理まで行います試験まであまり時間ありませんので今から真の実力をつけていきましょうレトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした今年絶対合格しましょう